従来の出版物で用いられてきた紙とインクではなく、デジタルデータで作成される出版物を電子書籍といいます。その電子書籍を紙の本と同じように検索、貸し出し、閲覧、返却できるのが電子図書館です。電子図書館はいつでもどこでも電子書籍を借りることができるのが最大の特徴です。電子図書館は紙の本を借りる際と同じ流れで利用することができます。利用者は電子図書館サイトへアクセスし、まずタイトルを探します。在庫がある場合はそのまま借りて閲覧できます。在庫がない場合は予約することができます。利用者はまず電子図書館サイトへブラウザでアクセスします。ここで読みたい書籍を署名・著者名のキーワードで検索します。テーマ・言語・出版社などに基づき、さらに詳しく検索することも可能です。読みたいタイトルを見つけたら、サンプルをクリックして試し読みすることが可能です。それでは電子書籍を借りてみましょう。在庫がある場合は借りるをクリックすることで自分の本棚に追加され、電子書籍を閲覧することが可能になります。在庫がない場合は貸し出し待ちリストに登録するをクリックすることで電子書籍を予約します。予約したタイトルが貸し出し可能になるとメールで通知されます。それでは早速電子書籍を閲覧してみましょう。こちらをクリックすることでブラウザビューアが起動、電子書籍を閲覧できます。ブラウザでの閲覧は日本語タイトル、外国語タイトルともに可能です。ネットワークが通じないエリアで電子書籍を閲覧する場合に便利なファイルのダウンロードをご紹介します。こちらをクリックすると端末にデータが保存されることで、オフラインでも閲覧することが可能になります。次に電子書籍ならではの便利な機能をご紹介します。まず要所のビューアをご説明します。電子書籍閲覧中に画面をクリックすると、現在どこまで閲覧しているのかのインジケーターが表示されます。こちらをクリックするとメニュー画面が表示されます。メニュー画面ではハイライト、反転、文字拡大、メモ、辞書など紙の本では実現できなかった機能をご利用いただけます。次に和書のビューアをご説明します。画面をクリックするとインジケーターが表示されます。こちらをクリックするとメニュー画面が表示されます。メニューでは文字拡大、しおり、目次の機能がご利用いただけます。いかがだったでしょうか。電子図書館システムを利用してますます快適な読書体験をお楽しみください。